やっぱり和気君は試合タグマ選手とやってるし、堤選手とはスパーリングもやってますと、うん、もう勝敗予想しましょうよ。あの脇信号のパンチが一切当たらないってすごくないですか？まあそれは普通、それは世界戦ぐらいまでになると頭脳戦がすごいから、頭脳戦を俺大橋課長も大慌てよ、おいタグマタグマ。こんにちは、ワキシンゴのリーゼントチャンネルナイスリーゼント10月の13日、ね、今日10月になりましたけども、あの2日連チャンネルですね、そうプライムボクシング、はい、ちょっとね、世界戦、うん、たくさん入りすぎてるので、これに関してはちょっと僕らが気になる試合だけ、まあ、うん、他の人がやってくれてるから、そうまずは10月13日 WBA バンタム級タイトルマッチ、うんうん、ね、これはちょっとみんなが望んだ一戦ということで期待値の高い一戦になってるんですけども、ね、チャンピオンの井上拓磨選手対挑戦者の堤誠也選手ということで、これに関してはね、やっぱり和気君は試合拓磨選手とやってるし、堤選手とはスパーリングもやってますというところで、ちょっとこの話をしていきたいかなっていう、まあ、非常に面白い、いい試合ですね、これは。だからもう本当にディフェンスが素晴らしい井上拓磨選手と、破壊力がすごい、もう攻撃がすごい堤選手とのほこたてというんですかね、ほこたて ね, ね、ほこが堤選手、堤選手で縦が井上拓磨選手で、合ってるんですか、そうほこたての意味知ってる？知らん。何ほこたて？ほこ、あのほこ、何でも貫くほこ、あの槍、はいはい、槍と縦はあのこの縦はもう何も通さない、はいはい、鉄壁の盾、うんうんうん、これとこれが戦ったらどうなのかっていう、そう結局それでドローじゃないですか。そうだね、あ結果ドローここ縦なんで、これは分かんないです、これはまあね、一つポイントになるところっていうのは、はい、やっぱり経験っていうところ、あ、うん、これは井上拓磨選手はもう世界戦も何試合もやってるし、うん、戦績でいうと何戦、戦績はね、井上拓磨選手が21戦20勝やってるんだ、結構やってるな、そうですね、で堤選手が13戦、あ、じゃあ10ぐらい違うんだ、そう11勝、まあ 8KO ですね、うん、で、まあ世界戦の舞台の数はまあ全然違うよね、ああ、まあ、初挑戦だから、その辺がまあどう出るかっていうところはあるよね、実際ね、まあでもやっぱり挑戦側ってめちゃくちゃ気合入るんで、うん、相当仕上げてくると思います、うん、いやだってモロニーを呼んだりとかさ、あ、スパーリングパートナーに、すごいですね、そう、あと小国選手とやったりとかさ、まあいいスパーリングというか、あれはできてると思うんだよね、堤選手もね、ここ一発いけるかどうかっていうところではあるんだけど、まあだから自分がね、それこそ両方とやってるから、両方のすごいところがやっぱ分かってるんで、でまあもちろん井上拓磨選手には負けてるし、もちろん堤選手にはあのスパーリングをもうやめてくださいって逃げて負けてるし、聞かされてるしね、聞かされてるし、両方からも聞きやすいとはいえ、そうですよ、聞きやすいとはいえね、そうでも、だからもうほこほこやからね、あなたの場合は負け負けやからね、ほこたてやの、ほこ分からんけど負け負けの中でこれを予想するとするならばですよ、するならば、ただもうね、もう回りくどいことを言ってもしょうがないからさ、はい、これはもう勝敗予想しましょうよ、ああいいっすね、うん、もうだから、まあ、とりあえずちょっとその予想の答えを出す前に、うん、井上拓磨選手と試合をやって、うん、感覚ですけど、うん、めちゃくちゃディフェンスがすごくて、だから俺のパンチが一切当たらない、うん、あの脇信号のパンチが一切当たらないってすごくないですか、まあ、それは普通、それは通常運で通常運で結構誰でも、誰もどんなボクサーでも大体よけれる、そっか、ね、だからまあ本当に俺はすごいなと思った俺思ったのは、うん、やっぱりね、近い距離なのよ、クリンチ際なのよ、はい、これが拓磨選手はめちゃくちゃうまいのよ、もう腕を絡めたりあれをしたり、ピュッと離れて自分の距離でドドンと打ってまた打たせないみたいな、うん、そこがやっぱり盾と言われる一つのあれ で、ね、でスピードもあるからね、なんだかんだで、そう
まあだから距離取ってる時に自分が打っても全部それもかわされるし、やっぱり足がバックステップとかすごいんで、その足のステッピングがすごいからパッてかわしてペッてっていうのがあるから、だからボクシング IQ が高いっていうのは絶対あるかなと思うんだけど、だから、うん、あのお兄ちゃんの井上尚弥がすごいすごいって言われてるけど、うん、弟の拓磨だってすごいっていうのはまあすげえよね、うん、比べるからおかしいなんて、そうですね、そう、うん、俺らもいじってしまうそう、もうでも最近いじってないけどね、もういじるとこなくなってきてる、強なってんだよ ね、強なってんだよねってことはないけどまあだからそういう、まあ、井上拓磨選手と、うん、でやっぱスパーリングやった時に、うん、本当にそれこそまあね、うん、セコンドに入って見てる、ね、うん、アイアンからしたら、うん、全然別にそんなに悪くなかったよって言ったけど、うん、やってるこっちからしたらもう勘弁してくれと、もうそんな聞かされるようなパンチ、あんなパンチこれもう一回スパーリング続けてたらもう本当に俺の人生が終わると、うん、42戦もできなかった、あ、続けてたあれね、そうぐらいパンチ力がえぐいんですよ、そう本当に、だからかすっただけでも効いちゃう、まあそんな感じはあるよね、そうっていうぐらい本当にすごくて、しかも結構パンチの回転力もあるし、スタミナもあるね、スタミナもあるから気持ち強い、そうそう、だから本当に、だからその、僕はだからまあ接近戦で拓磨選手をうまくやれれば、あの堤選手の勝機っていうのは全然ある、当たればね、はい、当たればこれはあのとてもじゃないから、そうで俺ねこれちょっと一つあるの、ね、これ当たったらみんな褒めてね、堤選手右で入る可能性ある、あーそっかスイッチでもね、スイッチなのよ、で最近左ばっかりやってるけどもともとは右なのよ、はい、そうですね、そう途中からスイッチにしながらだんだん左に変えていったっていう、昔多分右でやってたと思うんだよね、そう、それを左に変えたっていう、ということはサウスポー対策を拓磨選手は絶対にやってるわけ、まあそうですね、そうで通常じゃあ、しかも右も強いのよ、実はこれ右でやった方が強いんじゃないかなって 思ってたこともあるから、やっぱり利き腕は絶対右なのよ、はいはい、だから左フックが強いじゃん、あ右フック強いじゃん、ね、サウスポーの、そうで俺は最初から右で入る可能性、なるほど、うん、これで入ったら拓磨選手はあれ、まあね、準備してきたことが、うん、っていうこういうことがね、まあ、できるから、だからまあそうですね、そこから入って、うん、で途中どっか左で変えてとかっていうのでまた右に変えてみたいなことで、うん、だからやっぱり世界戦ぐらいまでになると頭脳戦がすごいから、頭脳戦を俺展開してくるんじゃないかな、ラウンドで変えてくると思うんですよね、戦い方、これ言ってる人いる、いないっす、いないでしょ、いないです、もう堤選手は俺が初めてサウスポーだと思ってるでしょ、はい、でも俺はやっぱりボクシングをマニアだから見てるから、俺堤選手ごめん間違ったらごめんね、堤選手俺右だったと思うんだよな昔、ああ、うん、大島健進選手の時は右だ、右でしょ、うん、そうなんですよ、それが何年前、これが2022年、まだ2年前、まだ本当につい最近だ、でこの後から徐々に、はいはいはい、まあ、スイッチから左に完全に変えていったっていう感じなんですよね、だから俺今回の一戦は普通に入っちゃやっぱりダメだから右から入る可能性は全然ある、ってことはまたこれ見た井上拓磨選手は対策するね、そういやいやいや、だから対策したら今度は左で入ってくるかもしれない、あだからその両方だから右、今左ばっかりでやってるけど、拓磨選手はうちのも見てないらしいんだけど、いや見てるよ、大橋会長は見てんね、あそっか、大橋会長はもう大慌てよ、これを見たらもうあと2日しかねえもう拓磨今すぐ右のあれをしろ、対策をしろなるなるならん、もうかき乱すよ俺はあこんなあのちっちゃい、ね、YouTube チャンネルからもう大橋会長が見てるのは間違いないって、いや見てない、見てない、見てる、絶対見てる、もうサービスで言ってくれてるだけよ、秘策は右で入る、これがもう堤選手の、分かった、で拓磨選手は左で入る、拓磨今からすぐサウスポーの練習しろ、堤選手は拓磨は右だから右のやっぱ対策、あいつ右で来るぞ、そうこっちは左で入れ、そうでこれあるよ、これかけるよ、とんでもないむちゃくちゃな世界戦になると思う、左で入った拓磨選手が、
そうなったら面白いけどな。でもまあまあそれは俺の、はい、俺はでも可能性あるでしょ。いやあるある、絶対俺あると思う。全然ある、全然ある。右左で絶対対策してると思う、うん、でそれを右から入って、右がうまくいけばずっと右でやる可能性あると思う。ああそうですね、全然あるから。強いですからね、まあ、右でやっても、うん、まあでも、うん、タクマ選手は多分両方相手が右だろうが左だろうが多分強いんじゃない。でも心は動揺させれるんじゃない、少しは。ああ、右で来たのかみたいな、まあね、もう練習してねえな、確かに右は。確かにそれはある、それは絶対にあると思う。でそれも踏まえてやっぱりあなたの勝敗予想を今日は聞きたいわけですから。なるほど、はい、はい、そこをお願いします。まあね、やっぱもう僕ももうね、やっぱあの引退して、うん、一プロボクサーじゃないんで、そこはもうビシッとしと、ビシッと遠慮なく言わせてもらいます。うん、外れてもね、バレン、はい、あなたよりバレンさんの方が全然外してんだから、はい、そう、あなた外してもいいですから、ちゃんと言ってください。だからまあね、うん、自分の予想ですけど、うん、もう本当にディフェンスが完璧な井上拓磨選手で、もうめちゃくちゃパンチ力のある堤選手が戦った場合、うん、まあ結構ね、交差して、やっぱ何交差交差、まあ、交差って何だ、わかんないです、まあ、まあまあ、やり合って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 、うん、結果は結果ね、ちょっと僕、わかんないです。どっちが勝つのか、わかんない、わかんないです、そんなの。俺、神様じゃないから、わかんない。これでも、どうなんか、どっちが勝つかね、まあいやだから、まあ、だから普通に思わず、普通に考えて、俺は拓磨選手がディフェンスで圧倒的、完璧に堤選手のパンチをもらわず、うん、判定で勝つとは思うんだけど、でもやっぱり堤選手のパンチが当たるんじゃないかなと思うから。これ ね、 これね、あの予想で一番ダメな予想なんだけど、はい、判定なら拓磨、あーそりゃそうです、 KO ならそれ予想になってないですっていうのを予想にする人いるじゃん。でも、はい、そういう予想もあるよね、でもね、実際。いやそうです、だからそれを踏まえた上でどっちかっていうのをちゃんと言わなきゃいけないですよね。どっちどっち、まず、まあ、俺はアーヤンの予想はどっち。俺はやっぱりタクマかな、はいはい、って思う。タクマかな、やっぱりね、やっぱりその経験とか、うん、そういうことも踏まえて、やっぱりディフェンスでうまくいなしながら、まあ、得意のタクマワールドですよ。自分のパンチは当てて相手のパンチはもらわないみたいな。でもちょっとね、そこね、あの堤って言っといてくれ、俺タクマって言ってるから。いや同じでもしょうがない。いやいや、そんな堤選手に結果打ちたくないから。でも堤選手はあれよ、やっぱりいろんなことして右で入らんかったらごめんよ、これ、はいはいはい、もうはっきり言って、うん、でも俺は全然あると思う。世界戦だからこそ右から入っていく、うん、このままうまくいけば右でずっとやっちゃうっていうことは全然あると思う。流れの中でスイッチしていくっていう一番やりにくいやり方をやってくる可能性は全然あるかなと思うんですけど、堤選手のパンチをそんなにもらわないだろうというところ で、 だからやっぱりタクマ、結局パンチ力のある攻撃力のある選手って、うん、当たれば絶対勝つけど、うん、当たらない可能性の方が高いから、うん、そのめちゃくちゃ、まあ、そんなどん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 当たらないもんね。そうだからめちゃくちゃ当てる、うん、そのミート率があるってパンチ力があるんだったら、うん、まあ、全然こっちの方が勝つだろうけど、うん、やっぱり俺も堤選手の一発が当たれば絶対に KO で勝つっていう予想はするけど、うん、だからほら当たらない。比嘉選手とさ、はい、あれやったじゃん。あ、武井選手、武井選手、うんうん、まあ、武井選手の一発が当たれば終わると思ってたけど、はいはい、終わんないこともあるのよ。そうですね、そう、全然ガッツで押し戻されたりすることもあるから、やっぱり一発頼りのボクシングになってしまうと、これは拓磨の選手のやっぱり術中にはまるみたいな感じになるから、やっぱりいろんなことしながら細かく当てながら大きいのを当てていくみたいな、まあ、最後はでも気持ち出してやると思うんだけどね。結果僕はだから予想としてはやっぱり拓磨選手が判定勝ちっていう予想を一応立てます。立てるのはね、これ外れたからって俺全然謝ったりせえへんよ。まあね、そうそう、予想なんで、そう、自由に堤選手の凄さも認めつつ、うんうん、やっぱりこれは拓磨選手経験もあるし、そうですね、そう
まあ、勝ち方を知ってるというか、うん、倒し方は知らないけど勝ち方は知ってるみたいな、これが拓磨選手の強さという感じはあるよね、うんうん、あなたも一緒に今度は堤選手初期だよ、まあじゃあ俺は、うん、堤選手の一発にかけるよ、どっちでもいいんだからかけるよ、あなたの予想なんだ、そうじゃあまた、いや俺は堤選手の一発にかける、うん、かけるかける、いやもうほんと一発はやばいから、ね、一発やばいっす、まあだからちょっとそういう楽しみなんで、そう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 、だからスイッチで入るんじゃねえかとか、拓磨選手のディフェンスを見るとか、うんうん、堤選手の強いパンチ、うんうん、ね、どうやって当てるまで持っていくのかっていうね、だからこれも一個人のね、そう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 予想であって、予想だから皆さんも皆さんの予想があると思うんで、それちょっとコメント欄でなんか予想とその理由も書いてもらえたら、いやそれ見て面白い、いやいや返信しないのに返信しないでしないけど、あのコメントは全部見てるんでね、 それを見てだから それでまた自分の意見も変わるかもしれない、だから俺が一番気持ちいいのがよ、うんうん、堤選手が右から入って、はい、ね、拓磨選手が判定で勝つっていうのはもう全て当たり、全て当たりっていうことになるんでね、確かにね、そうそうそう、まあそういう感じで、うん、あの僕らも予想していくんですけど、はい、皆さんも予想しながらね、楽しんで、はい、いやこれ面白い一戦よ、いい ね、 ね、楽しみだね、楽しみ、はい、じゃあこれで終わりましょう、最後までご覧いただきありがとうございます、はい、ぜひ高評価なるビンチャンネル登録よろしくお願いします、今日もナイスビジネス